紹介させていただく本はこちらですね。Please Understand Me 2 16タイプパーソナリティーズではなく、はい、MBTI でもなく、はい、ただ使う用語としては、はい、この MBTI が使ってる ISTP とか、うんうん、IFSJ とか、はい、そういうのを使ってるので、うん、私は ISTP ですとか、うん、ENTP ですとかって言った時に、はい、カーシーが示すものとはちょっと違うかもしれない、うん、ちょっと概念が、はいはい、でそのカーシーが示す概念としては、まあ、昨日のライブでもやったんですけど、まずこの人っていうのは、はい、自分の目的を叶えるために、うん、言葉と道具を使うんだと、うん、それが行動だと、うん、で使う道具としては協力的なのか、うん、もしくは功利主義なのか、はい、で縦のラインが使う言葉が抽象的なのか、うん、具体的なのか、はい、っていうまず歌詞はもう考えてもわからないよね、うん、と心理機能、心理機能の中は、はいはい、っていう話なんですけど、で、うん、今日はこのこちらから SP タイプの紹介をちょっと入っていきたいんですけども、アーティザンとあります。アーティザンを略すと職人です。で一番初めにちょっと車体でちょっと C っぽく入るんですけど、恐れるな、何でも味わえ、時々私たちはここで半分しか生きていないと思う、イタリア人は最後まで生きる。これは第一次世界大戦中にイタリアでボランティア救急車ドライバーとして赴任した若きアーネスト・ヘミングウェイの信念でした。ヘミングウェイはまだ破片の傷から回復中で松葉杖をついていたが、戦争の経験は彼の興奮をかきたて、全てを味わうことと全力で生きること、うん、はい、それこそが彼にとってどれだけ魅力的で必要なことかっていうのを彼に示したと、うん、はい、家族との団らんとかはいらないんですかね。家族との団らん、お茶を飲んで平和だねとか、はい、それも体験経験ですよね。なるほど、はい、妄想みたいなのはいらないみたいな話じゃないですか。なるほど、はい、さらに40年前、このヘミングウェイは冒険的で創造的な人生を送ったと。ボクシング、お牛と走り、ゲレンデでなんとか平原でライオンと水牛を狩り、アイダホでマスを釣り、キューバでカジキ釣りなのかな、うん、それを楽しみ、スキーやボードもやり、ロンドンでは自動車事故、キーウェストではハリケーン、アフリカで飛行機2機の墜落から生還したと。そしてもちろん彼は小説、短編小説を書き、その世紀で最も引き込まれる作品のいくつかを生み出したと。また彼は自身が派遣することができるあらゆる戦争から数百の記事を報告や書き、その時代で最も有名で勇敢な戦争特派員になりましたと、うん、はい、あの海古武っていう日本にもいるんですけど、はい、その人も SP なんですよね多分、はいはい、もう全くわからないっていうのは、まあ、はい、私 NF タイプだと自分のこと思ってるんですけど、はいはい、うん、胸像のところにいます、はい、どこも交わらない、うん、はい、反対側、反対側。よくこの4年間も一緒に YouTube やってくれましたね。別にそれも経験だったじゃないですか何やってんだこいつって。面白いですよ。なるほど、はい、珍獣ですね。で1970年代にこのカーシー博士、はい、これの執筆者はマイヤーズというのはマイヤーブリックスインジケーター、はい、MBTI のもと、はい、もともとカーシーさんはマイヤーズさんのところで学んだ人、はいはい、だがたもとを分かった人ですね、はい、なのでユングにおける、フロイト、はい、フロイトのとこで学んで離れてった人、はい、となんか同じ関係でちょっと胸熱ですよね、はい、でユングは、うん、この人なら話が分かると思って、うん、ぶつけると自分の持論を、うん、はい、君は違うって言われるんですよ、はいはい、なんかそんな感じなのかななんて思いながら、分かんないですけどね、はいはい、胸熱、胸熱が分かんないなるほど、はい、でマイヤーズはSP タイプ、はい、実感知覚タイプを、はい、このカーシー博士はギリシャの豊穣の神ディオニソスにちなみディオニシャンと呼んでいたと、はい、毎年春に復活するディオニソスは冬の死の支配から土地を解放し、彼の信者たちを冷たさから解放して、うん、血が静脈に流れ植物と動物の生育生息をもたらすように興奮させたと、うん、アーティザン、またそこから
20年勉強してこのカーシー博士はディオニシャンではなく、はい、アーティザンと呼ぶようにした、うん、それは人生の杯は溢れるべきであり人々は楽しむべきであり、うん、ゲームを楽しむべきであり、うん、資源を使い果たすべきであります、うんうんうん、人間であることは寛大であり、うん、自由に使い種をまき散らすように、うん、豊かさを広げることですと、うん、心配ですよ。何がですか？いや未来のことを考えましょうよ。今使い果たしたらなくなっちゃうかもしれないじゃないですか。大丈夫ですよ。が出てくる、はい、あの違う海岸から、はい、あれ大丈夫かなあっちって、はい、大丈夫じゃない人はそんなにいないじゃないですか。ちょっとドキドキしてますよこっちは、はい、パッパッって種をまいてるんですよね、うん、種ですからね。でも残しとかなきゃってでも種ですからねごめんなさい、はい、もう食い違ってしょうがない、はいはい、最近このカーシー博士はこれを書いた時ですかね、はい、なので、まあ、1970年代からさらに学んだ、うんはい、で最近このカーシー博士はこのディオニシャンを狐のようだと考えるようになったと、はい、歴史は多くこのようなキャラクターが存在した、うん、砂漠の狐エビル・ロンメル将軍だとか、はい、まあ、いろいろここでこの狐に例えられる、うん、キンダーフックの赤い狐、多分これアメリカ人だと分かるんでしょうね、はいはい、ハイドパークの灰色の狐、フランクリン・ルーズベルト大統領だとか湿地の狐とかいろんな狐の例えの名前が出てきてですね、はい、狐は哺乳類動物の捕食者の中で最も賢いであろうと思われ、これらの人間の狐たちは人間の捕食者の中でも最も実用的な人間であると考えられますと。彼らはまるで狐のように賢いですと。かっこいいですよね砂漠の狐ですよ、はいはい、嬉しいか。なんか傭兵っぽいですね。傭兵っぽいですよね、はいはい、なので狐は文明の境目に広く生息し、ほとんど他の捕食者が徐々に絶滅していく中で繁栄していると。狐は狩り、かっこ腐肉も含め、腐肉っていうのは腐った肉、うん、はい、非常に効果的であり、容易に捕まえられない獲物に時間を浪費することはほとんどないと、うん、イソップの狐を覚えていますかと。彼は手の届かないトレリスの上にある酸っぱいブドウを無視しましたと。同時に狐は捕獲を避けるスキルも知られており、あ、この罠を避けるってことですかね、うん、狐は犬科の中で最も賢く鋭敏な存在の一つであるように、アーティザン、職人もまた戦術的に最も賢い存在であり、彼らの望むものを手に入れ自分たちを制約しようとする人々よりも一歩先行くのが得意ですと、うん、テネシー・ウィリアムズは芸術の世界で私たちは小さな灰色の狐であり他のすべては猟犬だと書きました、うんうん、他のやつらは犬だと俺は狐だとはい、はい、悔しい悔しい犬呼ばわりですよ。はい、まあ狐ですからね。でも何ですかそのちょっと上から猟犬ってあれですよね、飼われてるか飼われてないかの違いですよね、きっと。犬呼ばわりですよ。犬、まあ、侮辱ですよ。侮辱かどうか分かんないですけど、俺は一人で生きていけるんだって、ね、なんか猟犬だと思ってこうやってスッと立つじゃないですか、はい、人間の横でドーベルマン、はいはい、俺かっこいいだろうと思ってたら、はい、キツネが言うんですよ、はい、ああ他は猟犬ですからって、はい、犬って呼ばれるんですよ。別にそういう意味は含まれてない気もしますけどね。自由、自分は自由だぐらいの感じじゃないですか。わかりません、僕はもう、はい、バカにされたようでならない、断固として戦う。だって別に猟犬が悪いわけじゃないですもん。あ、いいです、これ賢いじゃないですか。ちょっと胸の奥にしまっておきますこの思いは、はいはい、英語圏と日本語圏で狐に対するイメージが違う、はい、あ、それはあるかもしれないですね。はい、でも僕はこのロンメル将軍とか、はい、この砂漠の狐とか、はい、このカイコタケシとか、はい、その辺のなんか狐のイメージがあるので、はい、あ、かっこええと思うんですけど、はい、どうしてもやっぱりこの狐、はい、あれでもそうですよね、あのディズニーのズートピア。あ、はいはい、見てないです。もうただ狐、はい、あの中で狐はずる賢いだけ、うん、人を騙すやつみたいな扱われ方なんですね、うん、でもまあそういう扱いなんじゃないですか。だから生き残っていけるっていう、こう砂漠でもね、砂漠でも腐肉も食べるしみたいな、何でもやるよと、何でもやるよ、生きていくためには何でもやるよみたいな、はいはいはい、で振り返ってみると何年もの間、はい、カーシー博士は他のタイプよりもアーティザンを支持しているのって
何度も尋ねられたと。実のところ、はい、このカーシー博士も両親兄弟、うん、多くの友人海兵隊の仲間のパイロットが全てアーティザンだったと、うん、今もアーティザン職人の友達がいるし彼らの芸術的な能力を尊敬し続けていますと、うん、さらに家族療法家として治す人、はい、ヒーリングする人として30年以上関わる私の友達の多くはアーティザンの子供たちに焦点を当てており、彼らは宿題をしないで親や教師の手を焼かせ学校で騒がしく不安定な子供たちだったと、はい、なのでさまざまな年齢のアーティザンとの長い関係と理解が私が異なる気質の他よりも彼らにとって役立つ存在になることを可能にしたと。私はアーティザンが彼ら自身の特性を楽しむべきだと考えている。彼らが持っていないことを非難するのではなく、これは他の3つの気質にも言えることです、うん、ちょっとなんか訳があれなんですけども、はい、まあアーティザンの子たちっていうのは、はい、SP の人たちは、うん、要はそういう子たちだと、はい、自分の好きなことを、うん、やっちゃう、うん、てかそれがでそれを非難するわけではなくってことですよね、はい、支持するみたいな。でそれは SP に限らず他のタイプでも他の人たちも多分そうですよね、まあはい、NF の人は NF のできないことを非難するのではなく、はい、みたいな。でプラトンのアーティザンという章があるんですけど、はい、アーティザンという用語はプラトンのギリシャ語の、まあ、ちょっとこれギリシャ語が出てくるのでちょっと私には読めないんですけども、はい、エイコニーケなのかな、まあ、その同じ意味だと、はい、アーティザンっていうのはアーティファクトが示すように、うん、実用的なものを作ることに優れた人々を指す、うん、したがってプラトンの国家っていう、まあ、本ですね。ではアーティザンの社会的な役割は日常生活で役立つ感覚的なイメージだと、うん、装飾ものを作り出すこと、うん、しかし芸術は美術である音楽文学ダンス彫刻ドローイング絵画など以上のものであり、まあ、それ以上のものも含まれているっていうことかな、うん、例えば園芸芸術、うん、武道工芸、うん、体育芸術医療芸術など連続する行動が固定された定数ではなく自由変数である任意の活動を示す必要があると、うん、なんでまあ現代でいうとこの、美術とか芸術っていうと、はい、この辺に固まってるけど実はもっと広く捉えているよっていうことが書いてあるのかなと思いました、うんまあ、確かに昔で言うとこの哲学っていうのは、うん、医療も含めた全部が哲学で、はい、学問全部を哲学でやっていって、はい、それを全部細分化されていくと、うん、今哲学ってこれぐらいしか語ることがないみたいなので、はいはい、寂しいねみたいなことが、ただ昔は哲学っていうと全部を扱っていたよなんていうことがなんか書いてあったなと思ってます、はいはい、でアーティストアーティシャンアーティファクターなど全て同じ語源であると。そのレイショナルリーズンなど言葉の共通点を持っており、これは物事を適切に組み合わせることに関係している。したがってアーティザンと合理主義者は非常に重要な共通点を持っており、アーティザンこの職人っていうのは実用的で芸術思考の方向で物事を組み合わせ、合理主義者は物事を組み合わせるための実用的で技術思考の方法を持っています。プラトンの弟子であるアリストテレスは幸福っていうのを実現可能な最高の善、最高の善っていうのは、うん、善人の善ですね、はい、実現可能な最高の善とし、一部の人々が官能的な生活、所有権の獲得、倫理的な施策、理論的な対話において幸福を乱すと述べたと、うん、アリストテレスはそれをヘドニクスと呼んだ。これらの人々は感覚の快楽を追求すると、あヘドニズムなのかな、うん、このヘドニズム快楽の追求、快感または快感を伴うものが本質的に良いとし、はい、行動は快楽の欲望と痛みの回避によって動機づけられるとするという教義だと、うんはい、アリストテレスによればプラトンのアーティザンたちはお金を稼ぐことよりも、うん、倫理的な声明を出すことよりも、うん、理論を説明することよりも、うん、感覚的な喜びに多くな関心を持って、うんはい、芸術を追求すると、うん、わかります。
今多分ここに今出てますね。お金を稼ぐ、はい、倫理的な声明を出す、はい、理論を説明する、うん、より、うん、喜びだと、はい、楽しみですよ、はい、なるほど。ローマの医師ガレンという人は、うん、このアーティザンを非常に楽観的だと考え、はい、彼らをサンガインと呼んだと。これはなぜ選んだかというと、このアーティザンの行動を支配すると考えられていた特定の体液、液体っていうのが血液だと言及していたと。この体液は彼らを興奮させ、節制のないものとして、現代のフレーズで言えば、この興奮させる、熱血のようなものだと。うん、なるほど。なんか大将なんか熱血な感じはないんですけどね。これ、まあ、内向もあるのでって話ですよ。あ、はい、でも、熱くたぎってる。あ、でもまあ、はい、やらなきゃ多分気が済まないんですよね。そうですね。やりたいと思ったのは。やりたいと思ったのは、絶対やるみたいな。まあ、企業ってそうですよね、はいはい、ルネッサンス時代の医者は、はい、アーティザンのタイプをサラマンダーに例えたと。パルケルススという人、ルネッサンス時代の医者、はい、パルケルススのサラマンダーは周囲に溶け込むために色を変えることができると信じられている、神話のトカゲのような存在だと、うん、したがってパルケルススはアーティザンを変わりやすいまたは一定しない人とみなしたと、はい、うん、実際彼らは接近する誰かを模倣する能力があり、はい、しばしば他の人々を自分たちと同じようだと納得させると、はい、おそらく自分自身を他者に似せる能力がこのアーティザンの優れた俳優にする要因の一因だと、うん、この変動性が彼らの自己アイデンティティへの無関心さを説明しているのかもしれませんと。あ本当の自分とか興味ないですもんね。興味ないですもんね。従業員なんてクソくらいですもんね、はい、クソくらいとは思ってないですよ。あ、なるほどねぐらいの。なるほどねだとぐらいです。軽いな。軽いです。はい、はい、多分この辺ですね、うん、これは彼らの対象である理想主義者、ごめんなさい、はい、が、はい、快適に存在できないものです、うん、アーティザンにとって世界は全て舞台であり、うん、彼らは役者であり、役の後に役を演じ、うん、時には英雄、時には悪役として同じような能力と喜びで演じると、はい、したがってアーティザンの指導的な精神は神話のサラマンダーであり、うん、どの瞬間どの文脈で演じるべきかをアーティザンの耳に囁きますと、はい、僕多分よく言うんですけど、はい、なんかこの世の中は自分がどうやって生きていくかって考えてるだけみたいな、はい、この世の中を変えていこうとか、なんかこの中で自分がどういう風になろうとか、はい、っていうことよりもどうやってこの中で立ち回るかしか考えてない。得そうなところ、楽そうなところ。あまり競争とかには興味ないですか。競争とか、競争になる目的は何ですかって話ですよね。この世を変えねば。この世を変える理由がない。あ、その自分が本当に生きていけないならこの世を変えなければ。なるほど。っていう現実に迫られない限りは、なるほど、この世を変えようなんては思わない。だからなんかね、この霧島映画やめるってよっていう、はいはい、もう傑作があるんですけど、はい、僕はそれをに感動してですね、はい、この熱情で隊長に見てと言ったんですけど、はい、響かないんですよ、はい、へえ、ま、あ、まあそんなもんだよねそう、その霧島映画やめるってよっていうのの中で、はい、その僕の中で、あの中には、うん、勝つ人と負ける人が描かれていて、はい、あの中で勝つのは周りから認められてすごいねって言われる人ではなく、うん、はい、自分の中に好きっていう思いがあって、はい、それを貫ける人が良いとされて描かれていると感じていて、はい、うん、その中で野球部のキャプテンが全然野球は下手、誰からも認められてないんですけど、はい、未だに自分を信じ、はい、ドラフトにかかると思ってずっと素振りを続けてるんですね、はい、僕はそれを見てかっこいいと思い、はい、僕は素振りをしていると思ってるんですけど、はい、なんかね、この熱量が伝わらないんですよ。え、あそこに勝ち組とかっていましたみたいな。そんな感じですよ。みんな葛藤があるんだなぐらいですよで、初め僕はなので、ここに書いてあったように隊長と動画を始めるときは、はい、なんか、あ、同じような考え、はい、同じような考えというか同じようなものを面白いと思っている人がいる、うん、はい、ただちょっと自分とは考え方が違う、はいはい、と思ってやりましょうよみたいなところでやってるんですけど、はい、ここまで違うとはっていう感じなんですよ。そんな感じですよね、はい、まあ、逆もありますからね。ああ、なるほどみたいな時に、へえみたいな僕が
あ、なんかこれすごい面白い、なるほどみたいな。あ、そうですね、はいはい、ピンときてないですからね、はい、ピンときてないことも多いですからね、はい、そうなんですよね